つでも一人で生きてるつもりであった。人には言えないことが腐るほどあった。ただちょっと苦しくて絶望もたまにはあった。その時僕らは小さな声でつぶやけばいいんだ、一人じゃないって仲間がいるって。Come on, Dad.